しよう。まだまだ時間があるからね。さあ今日はどこへ行こう。病院が帰ってきたね。だからさっき入った道じゃなく斜めに入ってくる道やな、やっぱり。これ元の道へ帰ってきました。もうちょっとも予習しましょう、ね、病院から出てきて、ちょろっと、ちょろちょろっと回って旧のね、大阪行く何回って言ったっけ忘れたけど、大阪行く道もあるの。その旧道通って大阪行くっていうのも面白いかなと思って、今度またそんなもやってみようと思うんだけど、でここ阿部の文殊院がここ先にあんねん。それが、七福八方の、南蛮ってか南蛮はないねんけど、七福八方の場所になってるけど、今回そこ行きません。はい、どこ行こうかな。全く何も考えずに来たからな。七福八方持ってきゃへんかった。今日来る行く気じゃなかったからね。行こうかな。うわ、タクシーがえらい潰れてる。こっち見ていて、アスカ行ってしまうね。アスカ本部。今日はすっぴんやからね。メイク持っていたかったな。今日メインは食材買って、車中飯することがメインやから、まあどこかまあね雰囲気とかあった動画撮れたらなと思って来てるけど、全く無計画。アストンマーチンやかっこいい。アストンマーチンめっちゃ売れてるらしいね今ね。前年比何百%とかで。って言うてもね、1年間400台ぐらいしか売れてないけど、でも400台売れたらすごいよね、アスカマーチ。ありえへん。どこ行こうかな。今11時50分、ちょうどアスカ向いていましたんだけど、アスカから柏原へ向けて。文殊さんこの左のとこやね。阿部文殊さんって呼んどったけど、阿部の文殊院。阿部、小さいから文殊さんって言って結構親しみ。どうしてんの？これはね、後ろ事故してたんだけど、ブレーキランプが踏んだ時すごく暗いんだよね。あれはアースが取れてないの。なんでアースが取れないかっていうか、事故して修理した時に塗装し直して、その塗装したそこパン金屋さんが塗装を剥がさずにアースをくっつけた。だからアース不良を起こしてね。だからブレーキランプが両方使えるよくあることやね。電気の流れが知ってたらね、そういうミスは起こらへんねんけど。
って言って、結構車屋さんでもそうやねん、後ろの中やって塗装して、アーサー外して、アーサー食用したりするで、わからへん言ってヘルプで来んねん。で、外したら大体遊びはここだよー言って教えた。電気の流れはね、見えへんから怖いって逆に言うけど、逆に電気が見えるようになったらすごいね、わかりやすくて面白いね。めちゃは電気大好きやねん。ちっちゃいバイク屋さんいいな、バイクかっこいいな。なんか自然と足がアスカに向かってるよ。さあどこへ行こうかな。まあ山田寺雰囲気よかったよね。オーベルチュプレザンス一回行ってみたいんだけどね、高いかな、フレンチ、桜井の農業大学、名前変わったのか、創造国際大学のなんかキャンバスでやってるフレンチやねんけどね、うん、気になるんだけど、ここみたいなんだけどね。飛鳥資料館とか面白いね、面白そうやね。自然と足が朝から浮いてしまったよ。ここ山田寺なんだね。実際のところね、朝から知らんねん。亀石とかさ、行きたいねんけど、どこにあるのか知らんねん。資料館の開園中、庭園無料。飛鳥資料館行ってみようかな、あとでね。岡寺社長にしましょう。これ左行ったら、あのね、岡寺の石舞台のところに、ね、いつも言うたらね、あのバイクで攻めるところね。攻めね。ごめんなさい。そういうイメージしかないね、扱って。もうなんか、ローソン、すごいな。瓦屋根で、青が濃いローソンができてる。県立万葉文化館とかね、ああいうとこ行きたいねんけどね。また、それは時間のある時に来よう。アスカにね、面白いいうのもどうかっていう変わった神社があって、左だったんだけど、アスカニーマス神社って言って、今度行きます。その時説明します。小宝の神社があって、ね、やっぱりね、なかなかってことないけど、子供が欲しかったから、みきちゃんとそこを行ってたんで、初詣も行ってたん、でもね、あんまり神社人が行ってないね。だからまた行くか行きます。今日行こうかな、分かるけどね。
ルーツ巡礼、ちょっと待って、どこや、これちょっと気になるな、実際なんか後でこう、よし、さっきお弁当食べよう。この辺に天ヶ島丘の駐車場があんねん、そこでお弁当する、天ヶ島丘結構ね、歩いて登るから、明日香はほんま歩きたいな。なんだけど、今日は結構人、遠足か、子供がいっぱいいてるわ。子供お弁当食べてる、一緒にマジで食べだろうかな。ここからね、天ヶ島丘ってとこ、あの駐車場があって、そこから登れんねん。結構でも登るみたいなんやけど、駐車場ね、結構サラリーマンがここでサボリーマンしてんのよ。ここ空いてるかな。こっから結構登るんやな、天ヶ島丘。よいしょ、ここね、ちょっと止めてみましょう。畑見てきます。あそこ全然わからへん。調べてきます。